本の風流型潜水艦採業。おいおい、突然どうしたんだよ。知らないの？日本が誇る風流型潜水艦は世界最強と噂されてるんだよ。そりゃあ日本の最高の技術力で開発、建造された潜水艦だからな。世界の潜水艦の中でもトップクラスの性能があるだろうが、最強とまでは言えないんじゃないか。世界には原子力潜水艦という恐ろしい潜水艦もあるからな。何をもって世界最強と言えるんだよ。何をもってと言われると、とにかく世界最強だと思うんだよね。はいはい、わかったから落ち着いて。確かにある分野では日本の潜水艦は世界最強と呼ばれているよ。一番大きいのは潜水艦の動力性能のことだね。通常動力型潜水艦の中では世界最強と言われてるんだよ。通常動力型というのは、動力にディーゼルエンジンやスターリングエンジンを使う潜水艦のことなんだ。それとは別にみんながよく耳にするのが、原子力潜水艦があるよね。ほら、通常動力型エンジンの潜水艦の中では最強ってこと。最初からそう言えよ。でもやっぱり原子力潜水艦と比べると目劣りするってことなのか。確かに総合力で比べると原子力潜水艦に分があるだろうね。でも潜水艦にとってかなり重要な部分を占める探査能力は引けを取らないと言われてるんだ。世界にも通常動力型潜水艦を運用している国は多くあるけど、これだけ高性能なのは日本だけなんじゃないかな。そして何よりも音だね。潜水艦というのは任務の特性上いかに敵に発見されないかが重要になってくるよね。そういう型潜水艦の外装は音を徹底的に排除できるように吸音材や反射材で覆われているんだ。こうすることで、音が来た方向とは違う方向に音を反射する特性があるから、敵のソナーなどから発見されにくいんだ。まさにそういう型潜水艦の静粛性は世界最強だと言っていいかもね。確かに隠密声のメインの潜水艦にとって敵に発見されにくいっていうのは重要なことだな。そもそもさ、あんなに静かで暗くて広い深海で潜水艦はどうやって敵を発見するんだろう？ソナーというものの存在は知ってるけど、あんなのでどうやって敵を探してるんだろう。なるほどね。最新鋭の世界の潜水艦に関してはいろいろ取り上げてきたけど、潜水艦のソナーに関して深掘りしてないね。ソナーは潜水艦にとってかなり重要な部分だ。じゃあ今回は潜水艦のソナーを説明していこう。それじゃあ行ってみよう。海の中には本当に様々な音が行き交ってるんだ。イルカやクジラの会話、イカやイセエビなどの鳴き声、波の音、海流が海藻を震わせる音、そして、潜水艦、水上艦、漁船や客船のエンジン音や生活音、時には爆発音などもあるかもね。軽く上げただけでもこれだけの音があるんだ。自分たちが海に潜ってるとすごい静かに感じるのにな。ごく小さな音まで含めると本当にいろいろな音があるんだな。自分たちの耳では聞き取れないような音がたくさんあるんだね。そうなんだ。人間の聴力だけでは聞き取れないような音を含めれば本当に数えきれないような数の音が海中には存在するんだ。このいろいろな音を聞いてるのが潜水艦や艦艇のソナーってなんだ。自分たちは敵に見つからないように、敵の潜水艦や艦艇の音をこの様々な音の中から聴音してそれを判別して取り出し、敵の動きを監視してるんだ。とにもかくにも、敵に見つかる前に先に見つけるというのが大事だからね。ソナーってたちはどうやって様々な音の中から敵艦の音を拾っているんだろうね。簡単に仕組みを説明するね。ソナーってが本当にいろいろな音を聞いているんだ。海中生物の鳴き声や波音、潮流音、船舶音などだね。その音の中に潜水艦の音が混じるとソナーテに聞こえる音は、平常の普段聞こえる音プラス潜水艦の音の合成された音になるんだよ。普段聞き慣れた平常時のソナー聴音を知っていれば、ソナーテはその変化を察知し潜水艦を見つけることができるんだ。潜水艦の音は、機械音、エンジン音、振動音、船体の水切り音、注水音、排水音、電気機器の音などがあるよね。それらの音が、普段聞き慣れた平常音に混じっていないかをソナーテは聞いているんだ。すごいよな、敵の潜水艦だって敵に探知されないように極力音を出さないようにしてるんだよな。本当にごくわずかな変化を聞き逃さないようにしてるってことだよ。そうだね。これが有事の際なら敵に先に見つかるってことは、先に攻撃されたり戦闘に有利なポジションを取られるってことになるからね。敵に見つからずに敵を見つけることがいかに重要かってことだね。でもさ、海中にいる潜水艦が全て敵国の潜水艦ってわけじゃないよね。近くにいた潜水艦が同盟国の潜水艦ってこともあるだろうし、それはどうやって判別してるの？うんうん。
それも重要な問題だよね。異変を聞き分けてそれが潜水艦の音だと判別し、さらに敵か味方かの判断までしなくてはいけないよね。ここで活躍する機器が音響測定器というものなんだ。音響測定器は、海底地形、海中生物の音、潜水艦の音、水上艦の音などのそれぞれの特有の音を収集するんだ。潜水艦に限らず、水上艦にも、個別にクラスや大きさ船種ごとに違いがあるから、音響測定器で収集した音のデータベースを整備して、ソナーの超音をここのデータベースと比べればその音の正体がわかるんだね。味方の潜水艦や水上艦なら初めからデータベースに入っているから、それと比べれば敵か味方かの判断はできるってことだね。もちろんいち早く敵を見分けるにはなるべく多くの音のデータが必要になるから、海底の様々に地形によっても音の聞こえ方は変わってくるからね。だから海上自衛隊は音響測定艦を使って我が国周辺の海底の音響情報を収集してるんだよ。この広い海の海底の音響調査をしてデータを集めてるんだ。気が遠くなる話だね。実際に音を聞いて聞き分けてるのはソナーてだよ。そして様々な音を集めるために音響調査で音を集めてるハイテクなのか、アナログなのかわかんねえな。そしてここで出てきた音響調査だね。よく海洋調査って耳にしないかい？これは海洋資源の調査なども含まれるんだけど、潜水艦のデータベースを集めるために各国競うように行っているよ。ここまで説明したからわかってると思うけど、自国の領海の海底の調査をされてしまうと、それはまずいな。敵艦が仮に自国に攻めてきたとしても、こちらだけがデータを持っていれば戦いは有利に進められるけど、向こうも同じデータを持っていたとしたら、その時点で自国という有利がなくなってしまうもんな。他国の船や潜水艦を自国の領海内に入れないってことはすごく大事なことなんだね。そして各国が海洋調査を綿密に行う理由は、潜水艦の位置情報を正確に把握するためというのもあるんだ。隠密行動を主とする潜水艦はレーダー発しながらの潜航は敵に見つけてくださいって言ってるようなもんだよね。だから海洋調査で地磁気の方位、海底のマップをデータにしてそれをもとに時間の位置を推定してるんだ。そして時々正確な位置を知るために GPS を海面から出ない程度に、レーダー対策しつつ浮上して GPS データを受信するんだ。核抑止の最後の砦となる潜水艦の発射弾道ミサイルを正確に目標に命中させるために、潜水艦が時間の位置情報を正確に把握するには絶対条件だからね。なるほどな。海洋調査っていうのはそういう意味もあるんだな。ほんとだね。何気なく聞いてたけど結構重要な調査なんだね。それじゃあ最後にソナーの話に戻るね。海上自衛隊では令和3年から新しいソナーの試作を行っているらしいんだ。令和10年代には総有型潜水艦の代替艦の運用が開始される予定になってる。この10年には諸外国の潜水艦のソナー探知能力も潜水艦の静粛性も大きく向上することが見込まれているからね。既存の装備品の探知能力では水中での優位性を保てなくなるだろうと考えて、海上自衛隊では、探知能力が向上したソナー装置の開発が必要であると考えているんだ。潜水艦にとってソナーの重要性がよくわかったからな。新しいソナーの開発で各国の潜水艦の開発よりも常に一歩先を行くことが大切だな。一歩と言わず二歩でも三歩でも先を行ってほしいな。日本の技術力ならそれが可能なんじゃないかな。そうだね。日本ならそれが可能だと思ってるよ。常に世界最強と呼ばれる潜水艦を開発建造していってもらいたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。